さん、こんにちは。囲碁が大好きなクラステングのクーロンです。今回の囲碁の歴史シリーズは、中国の秦が滅亡した後に建国した漢の時代の囲碁について紹介します。中国初の統一国家秦は、国を一つにまとめるため滅亡した国々に古来から伝わる制度を排除して新たな制度を制定していきますが、その影響により古くから伝わる囲碁も表立って打たれることがなくなり衰退していきます。しかし紀元前210年に始皇帝が亡くなると、秦は急激に力を失い、各地で反乱が勃発。始皇帝の死後わずか4年で滅亡します。反乱軍に参加し秦の都洛陽を陥落した劉邦は、項羽により西方の漢中へと左遷され、漢王を名乗りますが、その後、項羽との覇権争いに勝利し、漢を建国します。そして、漢の時代に、囲碁は、大いに普及していくこととなります。劉邦自身が、どれくらい囲碁を打っていたのか定かではありませんが、若い頃には遊び歩いていたと言われ、その頃に囲碁を覚えた可能性はあります。戦乱の時代には囲碁どころではなかったのでしょうが、漢の時代には宮廷内でも囲碁の逸話が見られるようになってきます。前漢時代の逸話集最強雑記には、劉邦の寵愛を一身に受けていた側室石夫人に関する記述の中に囲碁の話が出てきます。宮廷では毎年8月4日に庭園内の竹林の下で囲碁の対局が行われ、勝った者はその年に福があり、負ければ病気になると言われていました。ただし負けた者でも絹糸を捧げて北極星を拝めば病気を免れることができたと言われ、これは糸のように長命でありたいという願いが込められていたと言われています。囲碁を得意としていた石夫人は、劉邦ともよく囲碁を楽しんでいたと伝えられ、宮廷の行事でも服を授かっていたのかもしれませんが、後に息子の如意を皇太子に立てようとして正妻の緑子と対立、そのため劉邦が亡くなった後に如意と共に緑子に惨殺されてしまいます。囲碁が民間に普及していったのは、この時宮廷を追われた石夫人付けの官女たちが広めたためとも言われています。漢の時代、劉邦以降の皇帝たちにも囲碁の逸話が残されています。六代慶帝が皇太子の頃に、都の長安を呉の大使が訪れ宴が開かれますが、囲碁に興じる大使があまりに不遜な態度をとったため、激怒した慶帝は碁盤を投げつけ殺してしまいます。遺体は呉へ送り返されますが、激怒した呉王は亡くなった場所で葬るのが道理だと遺体を長安へ送り返してきたと伝えられています。余談ですが、慶帝の陵が発掘された際に焼き物の碁盤が発見されていますが、それは17路の盤だったそうです。ついで7代武帝には仙女との逸話が残されています。南朝宋の時代の短編小説集「幽冥録」に登場する話で、武帝が離宮の観戦宮に滞在していた時、仙女が降臨してきて、たびたび帝と碁を楽しんでいたそうです。容姿端麗な仙女に思いを寄せた帝は力ずくで従わせようとしますが、仙女は帝の顔に唾を吐きかけ、その跡がおできになってしまいます。慌てた帝がひざまずき非礼を詫びたため、仙女は許してやり温水でおできを洗い直してやったというお話です。漢の皇帝たちの囲碁に関する逸話はこの他にもたくさん残されていますが、この時代それだけ囲碁が普及してきた証とも言えるのです。